なんて言うんでしたっけ、業界用語で愛の営みのことを。大人です。あ、大人あり、大人ありですよね。大人ありになった場合っていうのも、はい、例えばじゃあ1回大体相場でどれぐらいなんですか。飯田ジョークスアバウトジャパン。飯田入会してもらうときに女性にどこまで OK なのかっていうのを決めてもらうんですよ。でそれをプロフィールに表示して男性が見れるようにするんですね。なので、うん、A、B、C、D、E のまた5つに分けてるんです。あ、 A から E までなんですね。はい。じゃあ A はまず何なんですか。 A はお食事のみなので、私はお食事しか行かないですよっていうプロフィールに。それ需要あるんですか、男性に。相当可愛い子が A とか。でも絶対それって食事だけって言っときながら、なんかそういうことをして男性側がやったぜと思わせてみたいな戦略もありそうな気がしますけど。いや絶対あるB は、私は初日初めての顔合わせの時はお食事のみです。でも2回目以降はお会いする時は考えますっていうセッティングまでだから、会社としてはもう2回目以降はもう自由ですよね。そうです。だから女性は断る権利があるし、もう連絡無視していいってことですよね。はい。 C は初日お食事の際に、まあ、フィーリング次第でお食事後のこと考えます曖昧ですね。はい、フィーリング次第、場合によっては断りますよみたいな。そうです。D は私は積極的にお食事の後もいけますよっていう可能性が高いっていう。私はもういつでも愛し合う準備できてます。あ、そうそうです。 E は手当ていらないから、私は出会いが欲しいですっていう。例えば僕がじゃあ D を選んだとしましょう、はい、これはもう今晩あるぞと。これはもう断られることもあるわけですよね。もちろんです。ゲームになります。だからもう女性としてもこれまずセッティングからゲームですよね。どこのデートタイプを選ぶかみたいな。男性はだいたい C か D を好むんですよ。だからオファーが欲しいっていうちょっとずる賢い女の子たちはわざと C とかを選んで、まあたまに B とかを。なるほど。そしたらオファーが来る確率がちょっと上がるんですよ。はい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 。まあ、男性も空いてるかもって思うから、はいはいはい、で結局ご飯行ったら、いや全然 A じゃんみたいなことがよくありました。だから女性も戦略的にそこはやってるってことですね。飯田なんて言うんでしたっけ、業界用語で愛の営みのこと。大人です。あ、大人あり大人ありですよね。大人ありになった場合っていうのも、はい、例えばじゃあ1回大体相場でどれぐらいなんですか。大体3万円から10万とかぐらいですか。じゃあサラさんはまあその4倍ぐらいってことですかね。そうですね。12万じゃないですよ。もっと高い。3×4 じゃないですここ言っていいのか、まあ切って大丈夫なんですけど、はいはい、私の場合はまず高く設定するんですよ。最低ラインを作るんです。ここまで下げて OK っていう数を。だからまずここから設定して、なんか言われていったら、あ、じゃああなただったら、まあ、ここでいいやって言って、はい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 、そこの下で止めたら、まあ、こっち損、私は損しないから。そうですよね。だからもう定価を高くして、まあ実際は何パーオフみたいに見せるみたいな。そうそう、入会費 80% オフとか言いながら入会費超高いみたいなまあでもそれ賢いですよね。変な話、うん、セフレがお小遣いくれてる感覚だと思うんですよ。それ最高のセフレですね。そうですよ。縛られずに楽しめる。はい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 、はい、いいですね。なんかもう割り切った感じで。はい。飯田男性の会員なんですけど、どういう、まず年齢層って何歳ぐらいが一番多いですか。男性は30代と40代の方が多いです。結構若い方が多いですね。そうなんですよね。職業でいうとどんな感じの職業が多いんですかね。会社経営してる社長さんだったり、会社の役員さん、開業医の方が多いです。まあ、おじさんエロい人多いですもんねチェックの人多いって聞くんですけど、まあ、そうですね。どんぐらいの人が年収も1000万以上って感じですかね。8割ぐらいだと思います。 20% は1000万円以下ってことですね。そうですね。入会していただく際にしっかり審査はしてるので、はいはい、ちょっとこれ言い方悪いかもだけど、メシアさんみたいな変な人はお金持ってるのかなみたいな人はあまりいない。面接の時点でもアウトってことですね。なんかメシだ。まずメリットでから言うと、やっぱ金銭的サポートを得られるっていうのは絶対です、うん、もう一つは普段自分が味わえないような経験、まあ、旅行に行けたりとか、うん、美味しいもの食べれたり、あとはやっぱりお金持ってる方ってそれなりにビジネスとかで成功している方が多いから、うんね、お話とかも全然するジャンルとかが全然違うと思うんですよ、はい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 、そういうなんかためになるようなお話も聞くことができたりするので、うん、その辺がメリットかなと思います。デメリットは変に信用しすぎて、うん
自分の情報とかをいろいろシェアしちゃうと、うん、まあ、何か起きた時に大変だったりするから、うん、そこを気をつけとかなきゃいけないっていうことだったりとか、はい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 、当事者の方とそういう関係になったらかなりリスクが高いと思うので、そうですね、基本既婚者多いですもんね、多いですね。私が聞いてる感じだと男性側の方が結構こう本気っぽくなるケースが多いみたいですね、はい、まあ、女性はあくまでも割り切ってやってるのに男性が勘違いするみたいな、これ自分の勝手な意見なんですけど、パパ活してる人ってそのめちゃくちゃ遊んでる人だけとかじゃなくって、例えばその学生の時真面目で勉強してました、うん、あんまり女遊びしてません、うん、で、まあ、いいキャリアを積んできて、うん、でお金にも余裕が出てきました、うん、さあ今遊べますねっていう方とかもいるから、なんかなるほど、コミュ障じゃないけど恋愛ベタとかそういう感じの人とかもいるから、なるほど、そういう人に当たっちゃったら、まあ、はいはいはい、彼らは日本女性の演技力知らないですからねそれも怖いですね、はいはいはい、なんでハマっちゃうんでしょうね。レシドパパ活はいいと思います。悪くは全然、うん、悪いことじゃないと思います、うん、世間的に結構叩かれることが多いですけど、そうですよね、なんか、でも私の考えとしては、はいはい、ハイスペックの男性を狙ってる女性とかいるじゃないですか、いっぱいいますね、それと変わりないと思うんですよ、まあ、極論そうですよね、そうなんです、だっておごってもらってデートして、そうです、まあ、確かにもうちょっと上でなんか たまに既婚者とかいてっていうのはあると思うんですけど、パパ活の場合、はいはい、パパ活女子って私はお金欲しいです、うん、だからサポートしてください、うん、で男性は僕はこれを求めてます、はいはい、どうですかっていう話し合いの中で、はいはい、お互いが同意して、うん、それでその契約っていうのがマッチングが成立するものなので、はいはいはい、お互い欲しいものが分かってるから、なんかそんな駆け引きとかがないと思うんですよね、はいはいはい、はい、恋愛のね変な、そうです、そうです、はいはいはい、だから男性からしても面倒くさくないと思うんですよ。相手狙ってる人とかってなったらこうなんか戦略があるじゃないですか、もっとあざといというか、そんな感じですね、マイナス的に言ったら、まあ、世の中綺麗事で溢れてますけど本質的には、ね、みんなやりたいことだろうみたいなっていうことですよね。そうだって結局お金じゃないですか、離婚する時も慰謝料とかめっちゃ揉めるじゃないですか。レシド、でも個人的にはパパ活をおすすめしないんですけど、なんで個人的にパパ活をおすすめしないっていうのはどういった、言いたいことを言えないで我慢する系の子だったら、うん、結構損することが多いかもしれないですね。あ、なるほどね、人によってってことですね、はい、あ、そうです、はいはい、会う人は会うし、もしパパ活したいで実際にしてるけどなんかうまくいかないって子がいるのであれば、全然私はサポートすることが可能です。レシド、セラさん、今日はお忙しい中本当にありがとうございました。ありがとうございました。貴重なお話をたくさん聞けて本当に勉強になりました。セラさん YouTube をね、はい、やってるので、はい、もしかしたらねマスクを外して英語で喋ってくれるかもしれませんので、ぜひあのリンク貼っとくんで、ね、YouTube の登録お願いします。今回見てくれてありがとうございました、はい、もし日本に来て日本人の女の子とパパ活したいっていうリッチな男性がいたら、リッチなとリッチな男性がいたら年収1000万ぐらい、はい、そうです最低ラインとこに、はい、最低1000万その場合は Twitter に、ね、はい、お願いします。なので YouTube と Twitter のフォローお願いします。じゃあまたお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。